とうございます。こんばんは、はじめまして。これで5回目です。はじめまして、今日は5回目。金魚さんおかえり、ただいま。おかえり。ああ、友達も寝てたって言ってました。やっぱ眠くなるのかな。ね、ぶどう？ぶどうさんか、ごめんね。レアぶどうさん、ありがとうございます。言えてんなぁ、初コメ。嘘コメだね。5回目、お疲れっす。お疲れっす。皆さんこそお疲れ様です。ありがとうございます。何もしてないと1時間って長い。確かに、癒し配信だから眠いか。まあみんな作業用 BGM として、作業用 BGM として使ったら寝ちゃうのか。睡眠導入で使ってくだされば嬉しい限りです。はい、ご飯食べた？ご飯はあのカルボナーラのソース食べました。夜ご飯は食べてない。ヨッシーさん、ただいま。おかえり。何度目かの初見か。もはやそれは初見とは言わないな。睡眠導入したら寝ちゃう。もうみんな寝て。睡眠大事だから。お疲れ様です。お疲れ様です。ソース食べた。そう、ソースを食べました。ソースだけ食べるっていうね。何回も配信をつか、おつかれ、よこにゃん、あ、よこにゃんさん。こんばんは、昼寝が長すぎた。こんばんは、お疲れだったんですね。ゆっくり寝てください。結局、寝てもいいらしい。そう、いいよ。寝な、寝な。わあ、もう嫌だ、本当に。本日2回目ですか、落ちたのは。あ、原ちゃんさん、こんばんは。さっきまでカフェにいた。カフェ、今日までは出てないんだよね、復刻メニューは。ありがとうございます。皆さんもカフェに行ってください。めちゃめちゃゴリ押ししてるけど、カフェに行ってくださいね。はい、ひかるさん、こんばんは。おかえり、ただいま。おかえり。たかしさん、こんばんは、はじめまして。はじめましてですね。たかしさんも何回か会ったことあるけど、会ったことはないわ。この配信で会ったことあるね。でも初めまして。友達も配信見ながら寝てた。そう、寝てたって言ってました。はい、マサさん、こんばんはですね。ありがとうございます。今日モーモーマウンテン美味しかった。お、飲んでくださったんですね。ありがとうございます。今月も、そう、閉店まで毎日行くんだ。行ける人は。カイリンゴ、落ち着いてますね。落ち着いてますかね。だいぶ慣れたけどね、ショールーム。そう、睡眠効果があるみたいなので、なんかこれから使っていこうかな。54カウント、ありがとうございます。コヨカウント。ヒデさん、ゆりちゃん、やっと今日の配信見えた。お疲れ様です。今日もありがとう。ジュナさん、
モモマウンテン好きだよね。美味しいよね。カウントアウトありがとう。ハヤシライスを復刻し、でもさあ、そっか、カオタンさんの卒業の前にカフェがなくなっちゃうんだ。そうか、ダメだねそれは。じゃあなんかキッチンさん、あ、店長さんにお願いしてそうだね、決まっちゃったね。あみちゃんなさん54ありがとう。54カウントありがとう。紀藤さん頑張ってありがとう。頑張ります。あ、そうなんだ、そんなハヤシライス好きなんだ。みんなハヤシライスゴリ押しじゃん、すごいね。りょうさん今まで仕事、あ、ありがとうございます。お疲れ様です。今日もゆるゆるやっておりますが、はいありがとうございます。たまさん、カフェコの制服かわいいね。そう、かわいいんですよ。そうそう、あれはね、強き者よの衣装だよね、ほぼほぼ。スカートは片思いファイナリーっぽいけどね。直樹さん、ハート100個ありがとうございます。カフェ復活までカオタンいれば大丈夫。あ、あ、確かにカフェかいね、そうだね、カフェが復活すればいい話だもんね。今回は10時まで、この回は9時に終わります。9時に終わって9時15分からやります。15分から10時まで。今日も可愛いね、ありがとうございます。ああ、そういうこと、初めてのカフェがハヤシライスだったから思い出なんだね。なるほどね。あ、ズッキーさん54カウントありがとうございます。復活したらそう、また働けるよ了解、ありがとうございます。はい、とこの分も1時間でやります。お願いします。はい、SK48 第9期生オーディション候補生エントリーナンバー54番、くよちゃんです。よろしくお願いします。愛知県出身、 B型、18歳、大学1年生です。よろしくお願いします。まさやさん持ってきました、ありがとうございます。にごさん、コスパ向かい千葉さんいたらなって、うん、そうね、そう、合格したら働けないね。合格したい金魚さん、パチパチパチ、はい、あ、まさやさん京都の人、はい、ありがとうございます。京都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 、あったあった、京都2人目です。よいしょ。あみちゃんなさん、ハート100個ありがとうございます。そう、前の店長さんがハワイに行っちゃったんですね。そう、今ね、あのコメントで出身地教えてくださいってやつ言ってて、あの都道府県に皆さんの名前を書いて、この配信を見てくださってる方々の出身地で47都道府県埋めようっていう企画やってます。よかったらコメントお願いいたしますって感じです。はい、
結構集まった。そうですね、結構集まった。あのね、中部地方は富山と長野と石川が埋まれば OK。 ちょっと待ってよ。何ですか？名古屋です。はい、りょうさん名古屋。やっぱ多いね。公演 MC でアイドルやってなかったらカフェっ子になってた。あ、そっか、そう、なくなっちゃう。でも野々垣さんとマリンちゃんいたらめっちゃ良くない？カフェなんだっけ、りょうさんか。りょうさん愛知ありがとうございます。さあ、結構埋まったんです。なかなか皆さんが協力してくださるのでありがとうございます。そうだね。はい、この部はこのこれじゃなくて、あの企画用意したんですけど、はい、さーい、沖縄県出身。はい、ありがとうございます。沖縄県出身、九州地方来ました。あれはどこか覚えてくれた。え、待って、リュウさん書いたっけ。そうですね、リュウさん書いてないかも。リュウさんって書いた覚えがない。待って、もう一回教えてほしいかもしれない。沖縄くん3人目ですね。沖縄、はい、ありがとうございます。え、そうなんですか、マリンちゃんの妹、知らなかった。九州沖縄埋まったら、そうなんですよ、まだ九州は全然埋まってないですね。もし知ってる方いたら呼んできてください。はい、涙ちょちょ切れ、泣かないでごめんなさい。どこだったかしらね、どこだったかしらね、書いてないもんな。はい、まあそんな感じで随時募集しておりますので、いつでもどのタイミングでもいいので言ってください。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ企画ですけども、あんまり自信ないそう、七つさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ののちゃんのとこから来てくれたのかな、ありがとうございます。はい、え、マジで、え、マジで、え、マジで、マジ何かわからんけど、マジ。そう、今日の企画は、そう、皆さん、あのトリビアの泉って知ってますか、急だけど。テレビだいぶ前やってたかな、一応世代なんですね。トリビアの泉、アバターでバレました。そう、バレますね。あ、へえ、そう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 、懐かしい。そうそうそう、へえってやつ、へーへーボタン。そう、それをあのちょっと拝借しまして、拝借していいのかは知りませんが小屋の泉、イエーイ。
はい。あれタモさんのやつ、タモリさんだっけ、中島さんみたいな人しか思い浮かばんけど、いたな、タモリさんの。イエーイ。はい。まあ、ただ中村の泉、そう、私もそれ絶対来ると思ってた、いずりんちゃんの。あ、そう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 、八嶋さん、もやっとじゃない、もやっとじゃないんだよ。はい、この企画はですね、あのうんちく発表する、私についてのねうんちくを発表するっていう回なんですけど、言うてうんちくじゃないっていうね。で、なんだっけ、あ、七瀬さん、無音、無音なんだね、絶対伝わらんね。金魚さん、ハート100個ありがとうございます。ピース。はい、へーってやる、へー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 ってやるじゃん、それを、なんだっけ、へーってコメントすると著作権に引っかかるかもしれないので、多分引っかかんないけど、ほーにしましょう、ほーほーと思ったらほーって言ってください。そう、この配信、私の配信を初めて見た人はついてこれんよね、この意味わかんなさに。あ、はい、北海道、あ、北海道、牛さん、はい、ほうほうほう、そう、皆さん優しい、ほうほうって言ってね、言うて、そう、言うてうんちくじゃないっていうとこが心配なとこなんですけどね。はい、書きました、ほうほうほう、え、みんな知ってる、トリビアの泉、ほうほう、まあ、ただの報告なんですけどね、これね、普通に。では見てた？やっぱ見てたか、私たちも見てた、小学校の頃だな、やってたの。へーボタン売ってた、そう、売ってた売ってた。え、何それ、見てたか、あれ面白かったよね。では皆さん、ほうって言うんだよ、ほうって。私こよはずんちゃんちゃん、頑固である、はい、ほう。そう、全然うんちくじゃないでしょ。へーへーボタン持ってた、私も持ってた、ほうほうほう。はい、みんな優しい、54、ほう、こよほう、ほう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 、優しい優しい、みんな優しい、ありがとうございます、ほうほう。さあ、メガネでもしとく、トリビアっぽい、どんな偏見って感じだけど。はい、中学校の頃とか、なんか、まあ、テストあるじゃないですか。テストの勉強はしない。興味のあるやつしかしない。なんかお母さんが、なんだっけ、社会の勉強しなさいよとかって言って、くれたんですよ、あまりにもやらないから。でもなんか私その人知らないからいいって言ってやらなかったりとか、興味のあることしかできなくて、なんか人に言われても曲げれません。ほう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 。だからね、このショールームとかはあれ、自分が興味あることが、アイドルとか好きだし、まず SKE さんになりたいから本気なのでね、
頑張って楽しくやっております。ほう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 、はい、優しい。そう、まあ、こんな感じでゆるくやっております。はい。ほうほう、もうちゃん、ほう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 。これなんかさ、左目のさ、ちょうど黒目のとこ傷ついとって何も見えないんだよね。ほうほうほう、ありがとうございます。優しい。皆さんありきのこの企画なのでなんかあって思ったらほうって言ってください。お願いします。はい、では2個目。私かよはちゃんちゃんちゃん、食い意地が張っている。ほう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 。ほう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 。へいへいボタン欲しいな。ほう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 、優しい。はい、これはですね、結構小さい頃から食い意地張ってんですけど、食べることが好きなので。あ、カフェでつまみ食いはさすがにしないですよ。怒られるんで。怒られることはしません。なんか